よいよだね。今回はどうなるんだ。どうか一度目を。ドキドキするね。これより今月の税金をお伺いする。ねえ。おい。よし。ダメだ。なあ。よし。ほう。ダメだ。よし。いや。
よし。エヴァン。よし。ねえ。え？よし。あ？おや。あ。でも。金を返すまでこいつがお前につきまとう。逃げられはせんぞ。金返せ、金返せ、金返せ。金返せ。なあ。あ？え？ほう。うん。なあ。おう。金返せ。なあ。ああ。よし。あのさ、
ないな。あ？うん。はあ。あの、おや、ねえ、何？よく見ててね。一を押すと1が、5を押すと5が、2を押すと2が出るわけ。すごいな。ほう。よし。いや。ほんで、ないな。さあ、どっちを選ぶ？赤だ。来た。作戦実行や。行くぞ。今や。何？そんなバカな。な。あのさ、はい。ねえ。ふん。やれやれ。
おい。何？やれやれ。よし。いや。ああ。ほう。よし。はい。おお。ん？うん。
くな。始めるぞ。Thank you.
なあ、
よし。行こう。よし。ああ。さあ。やれやれ。
さあ、よし。その証拠は偽物です。さすがサイコロ様は分かっていらっしゃる。今だ。よっしゃ、任しとけ。何？どういうことか。サイコロがおかしいぞ。もう一つ、あなたに訴えがある。サイコロ様でもイカ様をしている件だ。このリモコンでね。ああ、なんだあれは。守護神ウルデラコン。あれがか。ウルデラコンが町に現れるなど、どうしたというのだ。六目義先生術長、貴様は王としてふさわしくないとみなされた。すべては計画通り、新玉泉をいただくぞ。
ねえ。なあ。しかし。ああ？はい。はい。ありがとう。感謝します。
かし。そうな匂いを嗅ぎつけてきやがったぜ。やつら待ちきれなかったと見える。すごいや。ほう。おい。国の名前だ。様が皆にお言葉をおかけになる。しかと耳にせよ。みんな、この新しい国にはどんな困難が待っているかはわからない。でも僕は作りたいんだ。みんなが笑い合える豊かで美しくて、そして平和な国を。エヴァン、
みんな、この僕と一緒に歩いてほしい。きっと険しい道だけど、この道は希望に続いているんだ。よ、王様。なかなか決まってるじゃん。エヴァ、元大統領も真っ青の立派なスピーチだ。ここから始まるんだね、僕たちの王国が。エヴァ、どこまでも付き合ってやるぜ。お前がその道を進む限りな。みんな、ありがとう。ニルの計らいで多くの協力者がエヴァンの元を訪れ、彼らの国づくりは着々と進行していった。こうしてエスタバニアは国としての一歩を踏み出すのであった。アルフィニーの望んだみんなが笑い合える素晴らしい国になるために。なんだか浮かない顔しているね。せっかく国づくりが始まったのに。うん、それは嬉しいんだけど、まだわからないことだらけで不安がいっぱいだよ。二の国を滅ぼすほどに大きな力を持った邪神の復活、本当に僕に止められるのかな。そうだね、君だけでは無理だ。でも君はもう一人じゃない、そうだろ。僕は一人じゃない、仲間ができたんだ。そうだよエヴァ、その仲間と一緒に君の前に現れた道を一歩ずつ進んでいくんだ。そうだね、できることからやってみるよ。頼もしくなってきたね。それじゃあまたね。うん、またね。